スポットライト浴びとるよ、三居村。きれい。ちょっと太陽出てきた、ほら。ちょっと映ってきた、ほら。あそこオレンジになってきたよ。有名なあの写真を狙えるってことやろ。そうです、あの写真を狙いましょう。あの田んぼに水が張られてて、はい、ピカーンのやつ。そうです。太陽出てないけど、あの綺麗な写真撮れるかね。これから晴れるという予報になってます。曇っとるけど、この曇り具合が逆に綺麗っていうのすごい今感じとるんやけど。はい、あちらをご覧ください。お、あ、あれか。はい、うわ、あれ、あそこ登ったら絶対綺麗やろ。はい、こう目で見るとさ、ここまで見えるやん。はいはいはい、このワイド感で三居村すげーなのに、こう見た瞬間にね、ここになるわけっすよ。これが多分カメラの難しさやつなんだろうなと思うね。なんかあそこオレンジになってきてる、ほら。本当ですね。カメラで映るけ。映ってます、映ってます。綺麗。刻一刻と色合いが変わっていく感じなのね。はい、雲の位置とか、その太陽の加減とか、いろんなものが微妙に変化するんよね。今日ここだけでいいんじゃないの。変化を見届けたいな。ここまで入れば面白い絵のような気がするね。ほらね、カラスも返事してくれたよ。お、なんか看板あるぞ。見つけました、富山ビューポイント。ここからの景観は県民の貴重な財産です。展望台に登ります。はい、よし。そんなとこにこの看板置かれてもね、なんかやっぱああいう看板あると急に怖くなる。綺麗。びっくりしたね、今クマかと思ったんでやめてください。クマとの遭遇を少なくすることが大切です。だから会うことは前提ってことかも。山の端っこの方にあるからさ、はい、なかなかの高さに感じるね。うわお、お、あそこもほらスポットライト浴びとるよ、三居村。はい、きれい。あ、ここですね。あ、ここか。ここですね。通行注意。やっと来れたね。はい、3回目にしてようやく来れたもんね。やっとです。こういう場所やったんや。あれが展望台か。そうです。随分上やね。止まっとる車のナンバー見たらさ、トヨタナンバーと神戸ナンバー、やっぱみんな楽しみにしとる場所なんやね。なんか曇っとるぜ。今から晴れるんですよ。ほんまかいな。気象庁を信じましょう。今の自分の責任じゃなく気象庁の責任にしようとしとるよね。そういう作戦できたか。雨がやっぱり感じる。なんか感じる。なんかポツポツ当たるんやけど。ここまでこれで、あ、雨降ってきた。結局4回目来なあかんのじゃないのこれ。なんか雨は収まってきた予感やね。そうですね。よし、登るぜ。よし、よし。あえてこのままバックで行くから、こうやって、はいはい、ファーストカウント。カメラにはもう映っとる、その素晴らしい景色、はい、もうあの視聴者の方は素晴らしい景色堪能してますよ。本当ってことはもう牛のことは見てない感じ。はい、邪魔やどけみたいな。じゃあ行くぜ。せーの、はい。正直に言うけど、はい、こんなんじゃ感動僕はしませんね、まだ。お、見つけました、富山ビューポイント。はい、これやね。はい、つまりこの写真を狙いたいわけよね。そうです、そうです。三居村のお家、こういう家がいっぱいあるってことだもんね。そうです、東立ちですね。ね。今は24分。はい。45分ね。それまで待とうぜ。はい。ちょっと太陽出てきた、ほら。ちょっと映ってきた、ほら。あそこオレンジになってきたよ。まだ26分やから。40分。あと5分。だいぶなんかオレンジ迫ってきとるよね。ね、あと43分ってことはあと2分やよね。はい、太陽ちょうどあの雲の後ろにおらん。雲よかさんなんかじゃないか、これ。あの雲のせいでさ、こっちに来るはずの光だいぶ遮られとらんけ。ほらほら、まる、ま、見えてきた。見えてきました。こんな勢いな太陽って。コンピューターさん喋ってる場合じゃない。おお、間に合いましたよ、間に合いましたよ。うわー、ほら太陽完全に丸なった。丸、丸降りてきたよ。これすごい瞬間やね。なんかさ、月見うどんの最後みたいな。どんな例えなんですか。最後ちょっと黄身の表面固まったやつ。めっちゃ感動してさ、はい、思わず泣くんじゃないか思った瞬間に虫顔の上バー走ってね、今ね。完全に太陽沈んだ。いや、今日は本当に楽しい時間を南君と過ごすことができて、その相手が変わればもっと最高だったなとは思いますけど。
本当に今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか本当はさ、あのカップルにも声かけたかったけどさ、あまりにもロケーションがロマンティックすぎてさ、そうそう、どう考えても僕たち邪魔者なんだよ。そうそう。